セブン MMC ステイシストライアル。さあ、このコースはマリオメーカー7周年イベントの、コースなんですが、花ちゃんがいるね。花ちゃんがいて、これね、なんか時間停止ができる。はい。おっと止まったよ、確かに。止まった。花ちゃん止まってるわ。すごい、時間停止装置。男のロマンじゃん。そして、これでまだいけないから、また時間を、これでまた動かすと。これで動かす。いや、すごいな。これで時間を動かして、こっちに入っていくと。なるほど。だから時間停止をうまいこと使って進んでいくと。これはこのままだと花ちゃんがついてきてフラワーが取れないから、時を止まれ!いや、そこで止まってもらっても困る。そこでもらって、止まってもらっても困る。ここ!ここで止まって、今のうちに、こっちに行く。こっちに行って、フラワーが取れる。フラワーが取れたら、待ってよ。フラワーが取れたら、これ往復解除して、ちょっと、こっちか。花ちゃんを踏んでこっちか。いや、すごい、めちゃめちゃ面白いね、これ。次は待て待て。あ、なるほど。ここで停止。違う、そこじゃない。ここ。あ、できた、できた。これで、これこっちに、ダメか、ちょっと高さ足りないか。これはちょっと足りなそうだね。こっちか。こっちギリギリまで登ってもらって、で、ここで停止だ。あ、ほら、いけた。これでまずボーナスが取れる。次は左に打ってもらって、レーザーキャノン。これで進めると、わ、すごいね。めっちゃ作りうまいね。これ、砲台があると、ここ入れないんだよね。ブックさんを踏んで、これはこれ、上に行かされるから、こっちの、ここあ、違う、あ、違う、そこじゃない。こっち。ここそう、上に壁があったら、飛ばされないから、こんな感じ。いや、すごい、めちゃめちゃ考えてある。そして、こいつを外して、コインも欲しいな、コインも欲しい。コインも欲しいね。ここ一回来てもらって、右に来てもらって、停止。あ、これできる、これできる。あ、ほらほら、いけた。これで、コインが取れそう。待ってよ。こっちで、またここで停止して、これできるでしょ。これできる。これでコインが取れる。壁で、上に行かない。コインも取れる。そして、土管に、あ、待って、土管に入るためには、もう一回こいつを動かして、そこじゃないよ、ここ。あ、来た。これで、今度はこっちから、ここ降りて進めると。いや、すごいこれ。作りがめちゃめちゃ面白いじゃん、これ。おっと、花ちゃんどこ行くの、花ちゃん。花ちゃんどこ行った？これは、行けるところは、土管しかないね。土管しかないから、こっち入ってきましょう、と。そしてまた時間停止装置がある、時を、待って、その前に、時を止める前にコインだけはいただいて、時を止まれ。あ、なるほど。こっち行けるのか。こっち行けるか。ああ、わかった。これは、時を止めておいてからの、急げ。こんな感じか。こんな感じ。急げ。よいしょ、危ない。ギリギリ行けた。よかった。おっと、仕掛けが見える。仕掛けを見せてくれてるね。やっぱり竜巻で止めてたんだね。これはまずは単純に止めて、急げ。こっからギリギリ行ける。なんかすごいスライドしたよ。すごいスライドしたけど、とりあえず行ける。そしてここでさらにまた止めて、鍵が取れますよと。鍵が取れて、もう一回こうやって止める。こうやって止めれば、これギリギリ行けるんじゃない、これ。ギリギリ行けるんじゃない、これ。来た。コインを取りたい。コインを取ってからこっちに行ける。よかった。おっと、今度はこれは何、これは何、あ、わかった。甲羅を蹴ってから時を止まれ。甲羅を止めて、これでここで吐くってこと？こういうこと？あ、オッケー、これでいけた。だけど、あ、甲羅を維持できたら、あっち、コインがまた取れるね、50コインが。あれ取りたい。っていうことは、もう一回これで、もう一丁。よいしょ。これいける気がする、でも。やり方さえ分かってるならいける気がするぞ。ギリギリこれでいけるはず。こんな感じ！やった！いけた。これででも、あれ？でも、ここどうしたらいいんだろう？あれ？ここでいけないじゃん。ここでいけないから。せっかく頑張ったのにやり方が違った、もしかして。よいしょ、ギリギリ。ここで、打ってすぐこっち行く。で、持ってすぐここで、いけた！これはいけないでしょ。これできなかったら無理だ。いけた、よしー！
いや、このコイン大変すぎだよ。でも行けてよかった。よかった。さあ、でもって中間を取って、このコインはいけるでしょ。この、こっちはいけるでしょ、これは。これは単純に、このまま、上の方を通っていける。往復これ押したがいいのかな？一応、そっか。押したら、あ、押したら止まると。ボス戦じゃないね。ボス戦じゃないね。待って待って待って。危ない危ない。あ、早く早く、敵が止まってる。時間停止してるうちに今、急げ。こうだ。これで、こう。オッケー。これ、ボムでこう壊したらなんかなる。待って待って、鉄球がいっぱいやってくるんだけど。え、これどうしたらいいのかな？あそこのコインどうやって取る？あれ。あんなん取れる？あんなん取れる？ここで、下押したら取れる。いや、取れないよね。あ、もしかして、こうしておいてからの、こう？あ、これで取れるんだ！へぇー、知らなかった。縦で跳ね返したのって、取れるんだね、コインとか。さあ、いよいよ、最後に近いかな？まずは、ボーナスコインがあるから、そいつを取ってしまって、これでもう一回、時間停止装置があるけど、これは、あ、こうか、こうか、こんな感じ。いやー、あそこで止まっても意味がない。あそこで止まっても意味がない。もうちょっとこっち。もうちょっと手前に欲しい。頑張れ、スナイパー兄貴。今です。あ、いい、あ、いい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いけるぞ、いけるぞ。よいしょ、いけた、いけた。なんかちょっと戻ってきてくれたぞ。時間停止しながらもうちょっとだけ戻ってきてくれた。そしてもう一回停止して、ボムを投げるのかな。ボムを投げて、これで進めるという感じ。面白い。いや、このコースめちゃめちゃ練られてるね。7MMC、マリオメーカー7周年、おめでとう。あ、これもしかして、これあれか、ピンコインを使って、今やったら、今仮に死んだら、こっからやり直せるってやつかな、これ。これは？これは、下。おお、あ、これ、履けるんだっけ、これ。よしよしよし。これを使えってことね。試しに。あ、待って、時間停止装置がある。ぽい。待って待って、痛い痛い、死んじゃう、死んじゃう。時間停止装置ポン。OK、停止した。あ、停止して、こいつを履いて投げろっていう、こういうことかな？多分そうだよね。時間停止装置。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、時間停止をして、待って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 。コーラ欲しい、コーラ欲しい。コーラゲット。ポン、投げて、さらに、あ、やばい、時間、これ、リミットがある、リミットがある。急げ急げ。あそこの左のブロックを壊されたら、こっちが負けてしまう。こいつを蹴って、オッケー、これできた。危ない危ない。これ左の方のブロックが全部壊されたら、こっちで負けになっちゃうね。だから、壊される前に、扉に入ると。いや、すごい、これ、ボス戦までちゃんとテーマも統一してさ、コンセプトも崩さないで、いけたよね。あ！これちょっとやばい、これ上の1アップゴールが、あ、これやっちゃったな。これちょっとやっちゃいましたね。これは、なんとかうまく力技で、あーできなかった。多分これボムをここに投げて、あそこのが本来取れたはずなんだけど、あ、1アップ取れた、1アップ取れた。あ、でもまだ諦めないで、ニキはまだ諦めない。これは、1、2、ポン。オッケー、これできるでしょう。本来は多分、カロンコーラを持ち越ししたら、ここで乗り捨てて、1アップゴールができたと思うんだけど、2機はゴリ押しで1アップを取っていく。よかった、いけたー。いや、何も悪いことはしてない。ゴリ押しなんてしてない。ゴリ押しなんて2機はしてません。ということで、まさかの男のロマン、時間を止めるということができるコース。いや、これすごかったね。皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。